さて、今日でこの1枚目を完成させます。はい、皆さんおはようございます。瀬野です。はい、はい、今週ね編み始めました。この笹和紙というね和紙の糸を使って小さな小さな、まあこれ3玉しかないもので、小さいものしかできないだろうということで割り切ってすごい小さいサークルバッグを作っております。で、本日この1枚目ですね、片側の方をもう完成に行くと思われます。なぜかというと糸がもうこれしかありません。おそらく私の長年の経験上、あと2段編めたらいい方だと思います。で、まあ中心からずっとね周りの方模様編みをしてきて、でこの周りなんですけれども細編みで今2段編んでおります。1段目はちょっと増し目を入れて編んでいたんですけど、ちょろっと荒ぶってきたので1段増し目なしで編んでおります。次の段、まあ次の段はちょっと増し目した方がいいかなと思うので、一応今全体円周が84目です。で、だから、7かな、7の時に増し目が来ればいいと思うんですよ。で前回この細編みの上を増し目したんですけど、ちょっと次円を作るにあたって増し目の位置をずらそうかなと思いまして、まあ一つちょっとスタート位置ここら辺が真ん中かな、スタートからここら辺、ここら辺かなってところにまず増し目をします。でこっからスタートですね。はい、こっから 7の時に増し目、1、2、3、4、5、6、7の時に増し目、これでぐるっと1段やっていきたいと思います。おかげさまでちょっとずつね手の調子も良くなってきておりますので、少しずつですけど、まあね毎日編んでるのでね、あんまり手に負担かけるようなことはしたくないというのがちゃんとありまして、そこら辺はね日常生活に支障をきたさない程度の編み物で止めております。はい、これで1段やってきました。どうだろう、あと1段、もう1段いけるかな微妙なとこなんですよね。微妙すぎる。でここからなんですけれど、この最後の1段になろうっていうところ、まず1個細編みします。で鎖編み1つして隣に細編みかな、細編み1つ編んで鎖編み1つで隣の目に細編みと、こうちょっと 目数が増えるというか、ちょっとワシャワシャっとなるような編み方でぐるっと編んでいきたいと思います。だからねちょっと糸がこの1段でギリギリもう1段は編めるような感じにはならないんじゃないかなと思っております。ちょっとねだからワシャワシャっとします。まあ、それをまた良しということでやっていこうかな。そう、ちっちゃいちっちゃいミニミニ、これ金具、まあ手持ちでねこうやってつけようかなと思ってたんで、思ってはいるんですけれど、ここに金具つけてポシェット、ちっちゃいね丸ポシェットにしても可愛いかなと今思っておりますので、金具の方も後でね側面つけるときに取り付けていこうかなと思っております。はい、1段やってまいりました。ちょっと荒ぶっております。荒ぶってるんですけれど、やっぱりこうガシャガシャっとちょっと手前にググッと持ってきたら、そんなに荒ぶらないんじゃないかな。うい、荒ぶってはおります。はい、だから今日やったことは多分、まあ、ここら辺から編み始めたとして、とここら辺で1回増し目して、ここから1、2、3、4、5、6、7の時に増し目、
1,2,3,4,5,6,7 の時に増し目っていうのをやりました。で次にこれ細編みしたら鎖編み1つして隣に細編み、鎖編み1つして隣に細編みと。でこの状態、この状態で、まあ、もう1枚作る、同じものは作るんですけれども、今度側面ですね、待ちの部分、今こう編んで こう側面ですね、ここの部分なんですが、これをどう編もうかなってずっとね頭を、まあいろんな方法、編み方法はいろいろあるとは思うんですけれど、どうしようかなと思ってまして、でちょっとさっきひらめいた、まあ私の場合はすぐついさっきひらめいたばかりなんですけれども、今編みました最後の細編みですね、細編みと鎖編み、細編みと鎖編みなってるんですけど、この一段下、ここを拾って、どっちがいいかな、こっち拾った方がいいかな実は後ろから、裏からですね、裏から拾って編みつけていきたいなと思っております。とりあえずこれはこれで OK ということで、よいしょ、糸始末をかけましょう。よし、でこっから今度これ表なんですけど、裏ですね、裏を見て、この1段下ですね、ちょうどこの最後の段を編んだ、この編んだこの目ですね、この目を拾っていきたいなと思っております。で大体どこら辺からどこら辺の使いやすい大きさってどれだろう、このぐらいかなっていうね相変わらず適当なんですけれど、それで ここを起点として、ちょうど、まあ、分かりやすいとこで、この模様編みのこの鎖編み出てると思うんですけど、ここから間2つ上げてこっちぐらいのここら辺みたいなねもうそんなぐらいの適当さ加減でつけさせて、で手が入る、入らない、手入らないか、もう一個横にずらすか、ね、ミニミニバッグすぎて手が入らないというのも問題なので、ここずらして、ここら辺、ここら辺だったら手入るかな、入る、入りそう。じゃあここでこうぶら下がる、ポシェットになるな。まあ内容量という的にはここの中だけなので、ほんとちっちゃいものになると思いますが、これでいきましょう。でこの起点ですね、よいしょ、点のところ1段下ですね、今編んで最後の段よりも1段下のところの細編みの足を拾って、ここに糸をつけて、はい、細編みを、で次の目をまた引き上げ編みで糸をつけて、はい、次も引き上げ編みで糸をつけてという風に、1枚目のところにかっつり編んで、ここから側面を編み始めようと思います。表から見てそんなに目立たないだろうし、くっついてるだろうしと、こう何て言うんでしょう、表と裏それぞれ作って、帯待ちの部分も長方形を編んで、最後に全部こう合体させるということも OK だと思うんですけれど、もうちょっと考えるのめんどくさくなってきましたので、じゃあもう直に編んでしまえと、さっきつけたこう目印のここまでですね、編んでいきたいと思います。でここまで編んだら今度、くるりんぱして折り返してっていって、こうシート状に編んでいこうと企んでおります。
あとはこれ適当じゃないですけれども、ずっとひたすらね細編みしていくだけなので、問題は何段細編みしようかなって形ですけれども、まあこの一玉を使って編める分だけでやっていこうと思います。よいしょ、はい、印をつけたところまで引き上げ編みをしてきました。ちょっとここからここまで、でここまで来たら鎖編み一つしてくるりんぱして、今度は、はい、戻っていく、細編みで戻っていきます。じゃあしばらくこれはこれで、まあ、欲しい待ちのこのぐらいかなっていう太さになるまで編んでいきます。これはこれでいいんじゃないかなと思います。はい、だからちょうど引き上げ編みで取らなきゃいけないのがこの、そう、ここまで行くんで、この1段下、この段、この段をこう拾っていくという形で、まあだいたいここかなっていうねで、そのだいたいここかなをこれで決めたら、もう1枚編んだ時のこう指針になりますので、まあ、ここの数は後で数えて場所をちゃんとね合わせなきゃいけないんですけれども、そうやってやっていけばいいかなと思います。でこれはこれで今2玉目で編み始めて、この3玉目ですね、3玉目はよいしょにょ、はい、はい、3玉目は3玉目でよいしょ、これですね、同じものを編んでいこうと思います。同じか、同じでいいのかな、まあ編んでも同じ方がいいよねこっちはこっちで、また鎖編み4つから始まりまして、で1目目をブスッと刺して輪っかにして、この輪っかの中に、はい、細編みを8個、1、2、3、まあ3目かな、まあ長々編み3目の玉編み、よいしょ、で鎖編み2つ、長々編みの玉編みをもう1つ、というふうにもう1枚目の方も編んでいかなきゃいけない、まあ同時進行ですね。まあどっちかを優先させればいい話なんですけれども、こっちはもうあとは細編みでひたすら往復編みをしてシート状にしていくことで、こちらはこの編み図を見ながらもう一枚同じものを編んでいくというふうにまず進んでいきたいと思います。これちょっと時間かかるので、まあ明日パッと入ってきてますよっていうのはできないと思いますので、明日また別のことを編んでいこうと思います。はい、まあこんな感じでちょっと夏らしいミニミニバッグに なりそうな予感でございます。内布もね、用意できる方は内布も用意した方が使い勝手は断然いいと思います。はい、それではまた明日、ちょっと明日別のもの編もうと思います。じゃっ